皆さんこんにちは。ドラゴンボールレジェンズのプロデューサーのトシです。ドラゴンボールレジェンズでは来週2月23日より新しいガシャが実装されます。そこで新キャラクターとして先ほどの生放送で使用していました破壊神ビルスが登場いたします。特徴的な必殺技を持っているのでお楽しみに。さらに近日中にレジェンズリミテッドのスーパーサイヤ人ゴッドスーパーサイヤ人ベジータが全開覚醒いたします。前回のスーパーベジットに引き続き非常に強力なキャラクターが覚醒いたします。ピルスもベジータも性能の詳細はまた後日公開しますので、ツイッターやゲーム内のお知らせでぜひご確認お願いいたします。引き続きよろしくお願いいたします。はい、トシさんありがとうございました。ありがとうございます。